こんにちは。今日も JLB インバウンドカレッジやっていきたいと思います。で、今日のテーマなんですけれども、ツアー体験集客のためにやるべき5つのことということで紹介させていただきます。で、ツアーをですね、始めて販売を始めてすぐに予約が入ってくるわけじゃないんですよ。やっぱりこういろんなことをやっていかないと、こうツアーを作ったから終わりっていうわけじゃなくてですね、やっぱりいろんな工夫をしていく中で予約っていうのは徐々に入ってくるようになるんですが、ただやっぱり今までガイドをやったことない方だと、こうツアーを募集すればですね、例えば Airbnb とかに掲載すれば予約が入ってくるっていうふうに思ってる方も多いので、まあそれはまず間違いだと。で、こういう工夫をすることによって徐々に予約入ってきますよってことを今日は5つご紹介させていただきます。で、まず1つ目なんですけど、友人知人にまずは参加してもらうっていうことが重要になっていきます。で、この友人知人ですね、まず予約してもらって、もうすごく割引しても大丈夫です。まあ最悪0円とかでやってもいいと思うんですけど、まあ参加してもらって、で実際感想を聞いてですね、でレビューもしっかり残してもらうと、やっぱりレビューがいっぱいあると予約が入ってきますので、まずは知り合いに参加してもらってレビューを残してもらうというところが重要です。で、2つ目なんですけれども、最初は値段を低めに設定して予約のハードルを下げるっていうのがあります。例えば3000円とかで売りたいツアーであっても、最初は700円とか1000円とかそういう金額で売り始めてですね、で徐々に例えばレビューが50件貯まったら1500円に変える、100件貯まったら2000円にするっていう感じで、こう徐々に上げていくと、こう満足度の高いレビューがたくさん貯まっていますので、こう予約も入ってくるようになると。ただいきなりですね、高額な金額でこう出すと、レビューがないのに本当に大丈夫、この5000円出して大丈夫、3000円出して大丈夫っていう風になってしまうので、そこはまあ特に原価がかかってないツアーですね、原価がかかってるツアーに関しては、まあ原価に近い価格でやるっていうのもありだと思います。とにかく最初は参加者のハードルを低くしてあげるっていうのが重要になってきます。で、3つ目なんですけれども、ツアーを募集する日時をできるだけ入れていくっていうのが重要です。これがですね、たまにしか入っていないとやっぱり予定が合わないとか、あとはですね、例えば Airbnb とか TripAdvisor、まあ、いろんなものありますけれども、そういうものもですね、できるだけ日程をたくさん入れてくれてる人たちをアルゴリズム的にこう上に上げるっていうところも傾向的にあったりしますので、やっぱりそこはですね、できる限り日程をたくさん入れると。ただそれ必ずしも全部やる必要はないです。その予約入ってこない日程もあるので、こんなに全部働かなきゃいけないんだっていうわけじゃなくてですね、毎日例えば夜の7時からやる、でも入んなければ、何時間前に入ってこなければもうやらないっていう感じでお休みすればいいので、できる限り日程を入れるっていうことが重要です。で、4つ目なんですけれども、直前まで予約を受け付けるっていうところですね。これできる限り直前の方がいいです。前にも直前予約がたくさん増えてますよっていう YouTube のコーナーで話したんですけれども、とにかく僕らのツアーもですね、当日であったりとか1日前、2日前、3日前っていうところの3日前までで 50% 以上の予約が入ってます。つまり4日前で予約を締め切ってしまうと、うちの売上の 50% はなくなるってことですね。で、今そのコロナの影響もあって、どんどん予約は直前にしようっていう傾向がさらに強まってきましたので、直前までできる限り予約できるように設定してみてください。はい、5つ目、パートナーを作ろうということで、例えば Airbnb で体験をやるのであれば、民泊の方のホストさんですね、そこに外国人の方たくさん泊まっていたりしますので、そういう Airbnb のイベントとかに行って、こう仲間を作ってですね、僕のツアー紹介してくれませんかとか、あとは別のツアーガイドであったりとか、別の体験のホストさんとかにお願いをして、その参加者の方に僕のツアーも紹介してくれませんか、お互いにツアー紹介し合いませんかみたいなことで提携を結んだりとかですね、あとは観光施設、ホテルとかホステルとか、あとは観光案内所のスタッフさんとか、まあなんかうまく仲良くなれればですね、こうチラシ渡してくれたりしますし、まあ観光案内所とかになると参助会員みたいなものになると、チラシを置けたりしますので、そういうところでこう宣伝してもらうみたいなところが重要だったりしますので、まあこういう工夫をですね、していくと徐々に予約が入ってきます。それでは復習したいと思います。で、まず1つ目ですね、まず友人知人に参加してもらう。で、2つ目が最初は値段を低めに設定して予約のハードルを下げるっていうところですね。で、3つ目が募集の日時は可能な限り最大限入れるっていうところですね。で、4つ目が直前まで予約を受け付ける。で、5つ目がパートナー、仲間を作っていきましょうという話をさせていただきました。ぜひこういうことを全てやってですね、予約っていうところをできるだけ多く取っていく、スタートダッシュをしっかりしていくっていうところを意識してみてください。 JLB インバウンドカレッジでは
インバウンドの最前線であったりとか、インバウンドの最新ニュースの解説などを行っていきますので、ぜひチャンネル登録の方お願いします。本日の動画に関する感想または質問、または今後こういうテーマでやってほしいことがありましたら、お気軽にコメント欄の方に書いていただければお答えさせていただきますので、書いていただけると嬉しいです。では次回も楽しみにしてください。じゃあね。概要欄にあります大森俊太のインバウンドカレッジの Facebook グループでは、インバウンドの最前線や一般公開していない情報などを発信しています。無料ですので、ぜひご参加ください。